シンガポールの新論フライドクイティオ。米粉のビーフン麺と揚げ麺で液体ソース2つ、粉末ソース、調味油がついています。麺はビーフンとラーメンの2種類を混ぜて茹でます。こんな構成の製品は初めてです。ビーフンは幅3ミリ程度で柔らかく存在感が弱いです。ラーメンはカップ麺みたいな食感で、これも柔らかめです。どちらも頼りない食感で香りも弱く、2種類の麺を混ぜる必然性を感じません。もっとそれぞれを差別化するべきです。ソースはでんぷん質のザラザラした食感があります。オイスターソースやごま油を使っていますが、香りは地味です。旨味は強いですが人工的です。唐辛子の辛さは結構強く、味の単調さを救っています。麺の茹で時間を早めに切り上げ、歯ごたえを強くすればだいぶ印象が軽いでしょう。味はいまいちですが面白い製品です。